おいす、こんにちは、メリです。今回はハロウィンのイベントが来ます。モンスターハンターがこのタイミングで発表されるというところで、モンハンの方がいい気がする。結論から言うと、ハロウィンよりモンハンの方を優先して、ハロウィンは、まあ、必要であれば交換所のキャラクターだけ取ってもらうっていう形にした方がいいんじゃないかなと思います。まあ、まだね、モンハンの強化とか詳細が分かったわけじゃないけど、モンハンが外れなことはないと思うんで、石10個使うし、絶対強いんで、はい、ちょっとその辺はもう、考えてもらっていいと思います。はい、ということで一応ね、ハロウィンも強いキャラクターはいるので行きましょう。第5位は、はい、第5位がこちら、コットンになりますね。コットンは、まあ、見てほしい形態は最終形態だけでいいかな。最終形態と武器だけ紹介しようと思います。転生進化の方ですね。転生進化がバインドスキルプラス指プラス10強に 2A プラスが4つで、聴覚性スキルプラスクライミットガードとかなんか耐性いっぱいあって 2A の普通のやつがありますよと。まあ、2A でかなり火力が出るキャラクター。まあ、ここはね、昔ながらそういう感じになってますけども、こいつの大きく変わった点はスキル。9ターンで2ターンの間ダメージ無効貫通ができるようになりました。これはめちゃめちゃでかい強化が入りました。まあ今ちょっと環境的にデートラが落ちぶれていってるんで、おおみたいな、ちょっと昔だったらめっちゃ強いってなったんだけど、今デートラ自体がそもそも使われてなくなってきてるんで、その辺が微妙だけども、まあただね、あの裏魔老の周回だったりとか、ああいう無効貫通2ターンできたらめっちゃでかいんですよね、ボスとかがね。あの辺が抜きやすくなるので、まあだからこれね、どうだろうな、最近の上級者とかはもうプラス集めに裏魔老使ってないんかな。僕はね、行ってないんですよね最近。どうですか皆さん、プラスどこで集めます？僕100式でプラスもなんか勝手に集まっていってるんですよね。ただ裏魔老やっぱり玉ドラもうまいからね、なんやかんや回らなくはないかなっていうところにはなりますけども、まあ裏魔老系の周回にはめっちゃ強いキャラクターになってくるかなって思いますね。まあ他のダンジョン4次元等でも活躍の場はあると思います。はい、っていう感じです。リーダースキルは7コンボ以上でダメージ 60% カットの固定、300万ダメージで光闇で同時攻撃でダメージをさらに軽減して攻撃 22% というか、攻撃が22倍という感じになってます。で、ここの後ろの軽減は 35% 軽減になってるので、合計が 74% 軽減まで上がってるのかな。リーダーとしてもめっちゃ強い。普通にリーダーとして強いかなっていう性能になってますね。潜在も転生進化なので8枠触れるというところで、かなりいいキャラクターになってます。 2way としてはめっちゃ強い。消せない解除も触れるし。で、アシスト進化なんですが、2way、チーム HP が2個、操作負荷指プラで、指プラが付与されましたと。で、9ターンでスキル据え置きで、まあ、スキルがそもそも強くなったので、2ターン無効貫通できるような陣のスキルになってますと。まあ、まずまず強い武器かなと思いますね。全然使える武器にはなっているんじゃないかなと。まあ、本体性能がね、今まで2体入れて無効貫通どうのこうのやってたのが結構1人でも良くなった感も、なきにしもあらずっていうところですか。うん、これはめっちゃいい強化もらったんじゃないかなと思いますね。はい、ということで、コットンが第5位でした。第4位いきましょう。はい、続いて第4位はイリアになりますね。新キャラですね。新キャラの星7ですか、これ数が。まあ交換所にいないガチャから引きずり出さないといけない確定購入だったっけ、ちょっと調べます。確定購入にもいないっすね。これはやってるわこれやっちゃってるね。確定購入でもないってことは本当にガチャから引きずり出さないといけない枠なのか。うわー、めんどくせえこのキャラ最低だ。これ一番良くないパターンのことやってるわ。はい、まあそんな感じで、なかなか強いキャラクターが、確実に手に入らないという枠になってますよという感じですね。で、イリアの性能なんですけども、光闇のキャラクターで、バインドスキルプラス、封印対スキルプラス、10強、2A プラスが3つです。で、聴覚性にスキルプラス、2A プラス、ダンジョンボーナス、これダンジョンボーナスは何なんだろうな一応ダンジョンボーナス、2個持ちにできるんですけども、で、覚醒がこんだけあって、今計算してます。確か300何倍出るはずなんよね、これで。で、これのこれで348倍とかですかね。あの聴覚性 2A プラスにしてもらえればっていうところになってるかなって思います。まあまあ 2A プラス聴覚性込みで結構強い。120倍とかだったっけ、あの聴覚性抜いたら、100何倍とかだった気がするんで、まあ 2A 聴覚性抜くと、まあまあ超重力化だとちょっと厳しい感じになってくるか。超重力だったらまあ聴覚性も 2A プラスつけたいかみたいな感じですかね。で、スキル内容が結構特徴的でして、15ターンの進化スキルとなってます。左端縦1列回復に変化し、右端縦1列は光で、自分の味方スキル一旦ヘイストして進化で、進化すると2ターンで打てるスキルになります。1ターンの間最大 HP が 1.5、 これでかいですね。で、右端縦1列光変化と、なかなかいいスキルもらってんじゃないかなと。
ちょっとここぞと耐久が効きたいよっていうところでですね、最近ね、まあボス、半分時の発狂、まあでもね、ゼロ次元はめっちゃ強かった超重力の百竜とか千竜とかあの辺の半分時の発狂ってそれめちゃめちゃ強いとかじゃなくて、まあ軽く軽減振っとけば耐えれたりするケースがあって、まあそういう時にちょっと HP1.5 倍、この次強い攻撃来るわっていう時、先制攻撃とかあるじゃないですか、政宗とかね、あの千竜の、まあああいうところで、1.5 倍にしておくとか強いかなって思いますね。2ターンで打てるっていうのはかなり強いと思います。まあ光の 2way がさっきも言ったんだけど、デートナがねーっていう強化入ったけど、まあデートナ使えなくはないんだけどね、ちょっと今の環境デートナがやや下がりつつあるのが残念なところではあるんじゃないかなとも思いますね。まあ光の 2way キャラ、まあ闇でもいいかもしれないけどね、その辺がなんかいいリーダーがまた登場してくればそこにうまいことハマれるんじゃないかなとかも思ってます。で、武器がねこいつはいいですね。本体はもちろん今みたいに強いんだけど、武器がねなかなかいいもんもらったかな。神タイプ付与、スキブ無効貫通を持ってます。まあスキブ無効貫通武器っていうところでライバルが少ないですよねと。でそこにさらに15ターンで3ターン遅延と 30% グラビティ持ってるんですよね。グラビティは強いね。まあ周回でグラビティで刺すっていうこともできるし、まあ攻略でね3ターン遅延で使うっていうこともできたりするので、まあこの辺がめちゃめちゃいいんじゃないかと。無効貫通を基調として使っていくような編成だったらかなりつけやすいような武器になってくるんじゃないかなとは思いますね。光属性のスキブ無効貫通って唯一無二だと思いますね、こいつで。だから遅延でスキル武器だからまあ使いやすいよねっていうところだね。まあ今無効貫通ってなるとサフィーラですかね、光だと。まあ別に光属性に縛らなくていいんだけど、これはなんか持っておいたら後々使えそうな場面があるんじゃないかなと思ってます。まあ僕はちょっとこれを取り逃したくはないなと思ったんで今回はランキングに入れました。で、もう一つ武器あります。光属性、副属性付与、2way、チーム HP、チームは回復が1個ずつですよ。12ターンで打てるスキルで、2ターンの間 HP が2倍になりまして、全ドアップ6解除、光回復と。まあ、スキル内容は強いけど、覚醒が正直そんなかな。副属性光にどうしてもしたいっていう場面だったらあれかもしれないけど、これ HP2 倍の回復ドロップ生成するっていうのはめっちゃスキルの評価は僕の中で高いですね。回復できるんで、その場で。これはいいなって思うけど、覚醒が覚醒なぁ、これチーム HP とチーム回復2個ずつでもう2でいらんわまあそれは人によるかっていうところですね。チーム HP2 個欲しいよなぁっていうところですけど、チーム回復どっちかが1個ずつはちょっと微妙なんよね。まあそんな感じになっておりますね。はい、ということで、まあ武器の1個目のあのスキブ無効貫通武器3ターン遅延、これはなかなかいいでしょうというところで、今回は4位にランクインしました。次3位いきましょう。はい、続いて3位がネレですね。ネレはね、イラスト界だとトップかな。イラストだけ見たら第1位かなっていうところですね。僕、パズドラ、もうほんとパズドラ界で、ネレ、もう本家のネレね。もうハロウィン関わらず、本家のネレも、イラストはね、もう1位かもしれないですね。このさ、黒タイツがたまらんばいっていうところですよね。男の心をくすぐりますね。はい、女性視聴者の皆さんすみませんでしたと。深夜なんで、バインドスキルプラスに対して指プラ指プラ10強10強闇コン闇コンって感じですね。222と、綺麗な覚醒持ち。で、超覚醒スキルプラス10強無効貫通。まあ、無効貫もつけたいとこだけど10強かなって思いますね。で、4ターンのこのスキルがやっぱね、代用効きづらいんですよね。左操作負荷。で、ダブル吸収無効。これ4ターンで打てるっていうのは便利だね。一旦だけど。一旦だけ無効化するんだけどね。左端操作負荷はね、あの、川柳系のダンジョンに強いね。76で行った場合ね。濃姫が4階層だったかな。左操作負荷、上雲、15ターンやってきます。それを一旦で返せるし、なんだったら濃姫ってあれ一旦待ってくれるから、もう、解除なんですよ。言うたら操作負荷解除なんですよね、あれ。っていうところでめっちゃいい。しかも76リーダーだからね、まあその辺でブラワとなんか違う相方でリーダーチェンして使ってねみたいな感じなのかなって思いますけど、まあブラックバードがギリギリロボの中では息してるかなみたいな感じだよね、今ポジションとして。まあだからなんとかリーダーで他のいいリーダーがいれば使えるんじゃないかなと思いますね。こいつをリーダーって自身で使うはちょっとないかな。38倍ってまあ倍率そこそこあるけど、 HP しか倍率乗ってないし、コンボ加算もなければ追撃もないっていう、だからもうほんと76潜入要因って感じかな。まあ耐久力はもらってるよって感じですかね。最初耐えていくうち分の。っていうところで、まあまあいいリーダーになってくれるんじゃないかなと。スキル内容が強いんでね。まあこれを活かして、攻略方面で役立ってくれるんじゃないかなと思ってます。で、次、武器というか猫ですけども、闇属性、副属性付与、チーム HP2 個に闇の泥鏡、普通のやつですね。プラスじゃなくて普通のやつが2つと。で、7ターンで2ターン左端操作負荷の2ターンダブル吸収無効。まあさっきの本体のネレを2倍にしたよっていう感じですね。
2倍にしたけどターン数は1お得ですよみたいな感じですね。まあ2ターン左端創作はちょっと辛いものがあるかもしれない。これだったら追撃で回復する必要が出てくるかもしれないけどね、追撃のあの潜在でね。まあでも7ターンでレイベンと同じで打てるので、まあその辺は強いのかなと。副属性闇にできるよっていうのもまた強みになってくるので、なんかどっかのアマコズミみたいになんか副属性無駄に水になってるようなキャラクターにつける分には強いんじゃないかなとも思ったりしますね。まあこの猫ちゃんはちょっと欲しいですね。はい、まあそんな感じで次いきます。次キャンディーです。スキブに闇のコンボ強化が2つ、闇コンボ強化2つはこれ2体目ですね。ブラックバードとネレしかいないです。で、ブラックバードはバインドと暗闇耐性が3つあります。こっちはスキブもらいましたので、スキブ持ってる闇コンボ強化武器はもうこいつ唯一無二ですね。まあ今後出るかもしれないけど。で、4ターンでこれはスキル本体据え置きって感じですね。まあこれね、スキルは普通にいいもんもらってるから、もうアシストとしても全然動くんじゃないかなと思います。はい、そんな感じでネレ、今回第3位に入っております。次2位いきましょう。2位が次スウォーになりますと。はい、もうここまで上がったかお前っていう、今までランクインすらしなかったぞみたいな感じなんですけども、スウォーがですねなかなかいい、まあ、分岐をもらったかな。本体一応見ましょう。本体は変身キャラとなってます。7強2つ封印のスキブ持ってます。20ターン変身で5ターンヘイスト。これはかなり特色あるよね。スキブ素で持ってる方が強いんじゃないかって思うけど、まあ、2段階変身とかには強いんかな。で、変身すると封印7強3つあって、無効感あって指プラってチーム HP2 個あってバインドで、ステータスがねかなり上がりましたね。攻撃8843と、もともと3537、5000ぐらい増えましたね。とんでもない。で、2ターンスキルになりました。4ターンだったのが、ただ2ターンスキル使用負荷は変わらず、ここが弱いよ。これ弱いんよな。もうスキルターン変えずに1ターンスキル使用負荷にすればよかったのに。それめっちゃ強かったよ。2ターンで打てるダメージ激減なんですよ。強くね、ここだけ聞いたら強いよね。2ターンで打てるダメージ激減なんですよ。で、エンハンス非属性4倍、自分も4倍っていう。2ターンスキル使用負荷は死ぬって。それ死ぬんよ。それはつまり死を意味するんよ。もう最近のパズドラは毎ターン打つからスキル。これ2ターン打てないはね、さすがにデメリットにも程があるっていう感じですね。はい、なのでまあ相変わらず使われないんじゃないかなと思ってます。まあなんか面白い使い方はもしかしたらできるかも、一旦対局も効くような編成であれば。で、次がね、分岐の進化ですね。これがめちゃめちゃいいものもらいましたよ。五色攻撃強化4つ、もうこの時点でバカバカみたいな火力でガードブレ持ちですね。で、超覚醒スキルプラス5色バインドと、5色もういいよ。5色もう余分余分。超重力下でもまあ火力をしっかり出していけるような覚醒もらったかな。で、しかも5色武器あったりするからね、もうとんでもないですよ。で、スキル内容が強い。3ターンの間チーム内のスキルボーストの数に応じて、攻撃力と回復力上昇、まあミナーバか、ミナーバのスキルブーストバージョンですね。これは偉いよ。回復力エンハンスね、まあ上書きっていうのでも強いし、普通に継続できて回復力ね、回復1コンボでできる。特に今サギリですね、あの辺の編成でめっちゃ相性いい。で、貴族性なのまた偉い。貴族性の枠をうまく埋めれるのがうまいんですよね。僕はね、最近チョッパーで埋めがちなところあるんだけど、スオーね、これいいわ、これいいなって思ったね。これは欲しいよ。まあ多色今強いし、裏ゼロ次元で強いし、こいつそもそも、うん、まあ現環境で裏ゼロ次元が最新というところでね、そこも踏まえてもいいキャラクターになったかなと思いますね。で、リーダースキルはまあええか。ドラゴンタイプバインド付与、5色同時攻撃ダメージ激減、攻撃25倍、固定500万。まあドラゴンタイプで組んであげればリーダーとしてもダメージ激減持ってるし、まあ、全然使えるような性能持ってるんじゃない。リーダーチェーンもしやすいしね、3ターンで76リーダーとして運用もしやすいんじゃないかなとも思ってます。じゃあ次武器いきます。武器が3つあるわ。武器1個目がまずは昔ながらのスキブと各耐性2個ずつあります。15ターンで2ターンスキル使用化するんだけども、6ターンダブル吸収無効やりますと、覚醒での採用はありかもしれない。スキルをね使ったことは僕はないですね。次キャンディーです。チーム HP2 個、チーム回復1個、泥強プラス火がね2つ。これは強いね。今の環境に合わせて強いと思います。15ターンで残り HP 敵 30% グラビティと5ターンの間非属性攻撃3倍。まあグラビティも強いし、まあこの武器の採用全然あってもいいと思ってます。で、続いて木。ドラゴンタイプ火はスキブ3色というところで、3ターンで打てる、スキル据え置きですね。うん、まあ別にそんなかな。そんなかなって思います。はい、まあだから武器だったらさっきの火のキャンディーが強いんじゃないかなとは思いますね。はい、ということで最後1位いきましょう。
はい、1位はチャコルですね。もう1位はね、僕の中でもうずっとこれっていう感じで決めてました。まずは昔ながらの進化前行きましょう。バインド、スキブ4つあって、指プラ、創作家、闇コンボ強化に10強2つだったのが3つになった。まあ誰しもが予想した強化でしょう。ここはまあ今の環境10強3つ欲しいもんね。中学生闇コンボ強化、暗闇耐性プラス L 字となっております。これ暗闇つけれるのめっちゃ偉いね。でもブラックバード暗闇持ってるっていうね。まあブラックバード以外だったら暗闇つけても強いかもしれないですね。で、8ターン出てるロック解除とダメージ軽減 35% ループ、これ強かったな。これ強かったな。チャコル、チャコルが当時登場した時はいやこれどうなんだみたいな、今後こういうのがやっぱ来るのかみたいな感じだったかな。クルセイダーとどっちが早かったんだっけ。まあなんかそのね、軽減ループが登場し始めたぐらいですよね。うん、これね、やっぱ必要になりましたね。案の定。うん、これは強いっすよ。今でもやっぱ強い。チャコル欲しいよね。っていう感じになってます。で、次が、じゃあ、分岐の火の方行きましょうか。火。これがまた火も優秀でね。バインダースキルプラス、ウィンダースキルプラス、お邪魔耐性プラス、10強3つ十字。こっちも10強3つ持ってますね。で、お邪魔素で持ってます。で、超覚醒ね、さっきと変わらないんですね。究極進化なので進化前と超覚醒変わりませんと。で、暗闇耐性プラス持ってるので、暗闇とお邪魔のダブル耐性にできながら10強3つ持ってて、さらにスキル内容が1ターンの間リーダースケットエンハンス 1.5 倍。まあ、上書きですよね。裏多次元とかで使いやすいと。で、消せないドロップ状態の全回復。これめっちゃ強いわ。で、火水で76リーダーなんよ。しかもこいつ。火水はまあプリム、シーウルフも強化されたけど、まあ、プリムの76とかでも使えるしっていうところでね、動画出してますんでよかったら見てもらえればいいんじゃないかなとか思いますけど、十字一個持ってるのもまた地味にありがたい。まあ、プリムとの相性も良かったりする。これね、強い。うん。使い方がそれぞれあるもんね。こっちだったら、僕だったらまあプリムで使いたいなって思ったりしますけど。で、進化前はね、まあブラバとかその辺の闇編成のもう軽減ループですよ。で、火力枠にもなれますよ。操作負荷もできます。暗闇も漏れます。はい。これはどう考えても当たり。これはめっちゃ強いと思います。で、武器もまた強いと。まずは、これハンドメイドスープ。操作負荷と雲のダブル耐性に闇ドロキョン3つ。強い。強いですね。ダブル耐性、まあもちろん、なんかちょこちょこね、フランキーとか含めていろいろありますけども、ドロキョウも一緒に持ってるのはやっぱ最近のドロップジャッカーの環境に合わせてで強いんじゃないかなと。で、8ターンでこの軽減ループのやつね。これはもう素が強いからさ、この素のスキルが強いから武器としても強いよ。クルセイダーみたいなもんだもん。はい。まあそんな感じですね。これも武器で強い。次、闇のキャンディ。操作か、チーム HP、チーム回復あって、ドロキョウ2つにこれスキブつきました。スキブつけちゃうんですかみたいな。で、15ターンで単ターンダメージ激減、3ターン操作時間回復 1.5 と、めっちゃ汎用性の広い効果を持ってます。はい、この武器も非常に使いやすいと。武器としてもかなり強いですね。で、最後火のキャンディ、悪魔タイプ付与7強に火と水の泥強、まあ、これもまた偉いわ。超重力、もう川柳みたいなところに使ってねみたいな感じよね。超重力きます、ドロップジャッカきます、じゃあ泥強とコンボ強化盛りましょうみたいな。で、悪魔タイプ付与も地味にこれありがたいし。で、3ターンでスキル据え置きと。まあこれ武器としてのスキルって考えるとちょっと弱いかもしれないけど、覚醒はめっちゃいいと思います。はい、チャコルはちょっと僕1体しか持ってないんで、もう3体は追加しようかなみたいな感じに思ってます。もうとにかく俺はチャコルをね、手に入れたい。これ0体所持だったらもう絶対何が何でもチャコルは手に入れたいような感じになってるかなと思います。はい、以上です。ということで、まあ僕の意見ですけども、ベスト5ハロウィンね、決めてみました。もちろん人それぞれいろんな意見があると思いますので、皆さんの中でね、このキャラクターがこう強いみたいな感じのがもしありましたら、よかったらコメント欄で教えてください。はい、ということで、またね、評価が変わるようだったら、中間あたりで報告改めてしようかなとか思います。もしくは最終考察でまた言いたいと思います。はい、ということで、ハロウィンは無理して引かないようにモンスターハンターに備えた方がいいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。